は本当に、びっくりしてます。本当にこの賞に選んでいただいた関係者の皆さんにもお礼を申し上げます。私事で申し訳ございません。この場を借りて、本当に2年半、苦しい思いも楽しい思いもしてくる中で、妻と家族に感謝します。ありがとうございました。今年1年間がむしゃらにやってきたものがこういった素晴らしい賞となって評価されたことを本当に嬉しく思っています。そして僕がこのような賞をいただくには、レッズの選手、監督、コーチ、トレーナー、マネージャー、フロントの皆さん、そしてサポーターの皆さんがあってのものだと思いますので、そういった皆さんに本当に感謝しています。ありがとうございました。2002年度 J リーグ得点王、ジュビロ磐田、高原直弘選手です。ずっと永山さんを追って、ずっと走り続けてきて、ようやく一番欲しかった、得点王というタイトルを自分自身が取れて非常に良かったと思うし、少しでも永山さんに追いつけたかなっていうのはあるんですけども、プレー面だけじゃなく、こういうちょっとイベントごとでもね、もっと気の利いたことがねできるように、いろんな面で、中山さんのことを吸収していきたいなと思います。これからもね、得点を取り続けて、自分の価値、あとはチームのために、プレーできればいいと思います。本当にありがとうございます。 J リーグベストイレブンに選ばれた皆さんに今一度大きな声援をお願いいたします。磐田、高原直選手。ワールドカップを、エコノミー症候群で、出なくて、自分自身も非常に残念でしたけども、両親がね、自分がプレーしているところを、見せることができなくて非常に悔しかったし、そういった意味では、また4年後のドイツのワールドカップでは、自分がプレーしているところを、ぜひ両親に見てもらいたいなと思います。どうも今日はありがとうございます。